ゲルマノダクティルスは、翼竜目、翼指竜亜目、ズンガリプテルス浄化の一種で、ゾルンホーフェン石灰岩等のドイツのジュラ紀後期の岩石から見つかっている。長い間プテロダクティルスに分類されていた。特徴はトサカである。G ラムファスティネスの復元図重量は、カラス程度だとされている。G クリストタスは、 翼海長0.98メートル、頭蓋骨13センチメートル、G ラムファスティネスは、やや大きく、翼海長1.08メートル、頭蓋骨21センチメートルである。ゲルマノダクティルスはそのトサカで有名である。トサカはそのカタンガ頭蓋骨の中心線に沿って、ついている骨質部と、それを覆う、軟組織によって形成され、それによって、倍以上の高さになっている。 G. クリストタスの骨質部は G. ラムファスティネスほど大きくはない。軟組織部は初め認識されていなかったが2002年にベネットが提唱した。皮膚が角質化したものであったと推測される。ゲルマノダクティルスは軟組織のトサカが判明した最初の例だが同様の構造は他の抑流にもある可能性が高くなった。今日ではこのようなトサカは 翼流の間に広く存在したと認識されている。トサカを持つ最古の翼流はアウストリアダクティルスで、最も新しいものはハミプタースとタッペヤラである。ダルーイノプテルスとカスピセファラスのトサカは繊維状の骨でできているが、これは修練進化ではなく騒動である。この属は白亜紀の翼流に比べると特殊化の度合いが小さく、 また、翼竜類の中で様々な分類上の位置づけをされてきた。この属の記載者である、幼少犬はこの属のために、独自のトガであるゲルマノダクティルス化を設定した。ベネットはこの属を、プテロダクティルス化に分類し、ケルナーも2003年の系統分析において、プテロダクティルスに近煙であることを示した。一方、アンウィンは、貝類、甲殻類の祭事に特殊化した、 ズンガリプテルス城下の規定的な軍と考えるべきだと、している。マイシュとその共調者は、ゲルマノダクティルス族は、側系統軍であり、現在この族に属している二種は、同族とするべきではないとした。そのため彼らは自分たちの表中に、ジー・ラムファスティネスの属名として、デイティンプタースという名称を使用しているが、アイクスンの規則に従った記述がないためこれは、裸名である。 いずれにせよ、マイッシュとその共調者も、アンウィンと同じくゲルマノダクティルス族の2種を、両方ともズンガリプテルス城下に分類した。ビドビチとマーティルは、ゲルマノダクティルス族が、側系統群であるとしただけでなく、この族の2種を彼らの分岐分析の中で完全に、別の場所に置いた。ジー・クリストタスは、ズンガリプテルス城下と、アズダルコ類の姉妹群とされたが、 G. ラムファスティネスは彼らがアーオラスター・キデイと呼んだグループの姉妹軍とされた。ビドビチとマーティルは G. ラムファスティネスに対する新しい名称を提唱しなかったが通常プテロダクティルスの異名と考えられているダイポセファラス族がもし有効であるなら G. ラムファスティネスはダイポセファラスの生態ではないかとしている。G. クリストタスはドイツ・アイヒシテッドのゾルンホーフェン石灰岩産の BSP1892-4-1 標本を模式標本としている。これは元来1901年にプリアニンガーによってテロダクトラスコチとして記載されたものであり、1925年にビマンによって現在の種商名であるクリストタスを与えられた。幼少権は1964年にこの標本は独自の属を持つに値すると判断した。 二番目の種である G ラムファスティネスは G クリストタスより遥か前の1851年にヨハン・アンドレアス・ワーグナーによってオーナサセファラス属の一種として記載された。種商名は大橋のギリシア語ラムファスティーノスに由来する。G ラムファスティネスはドイツダイティングの少し新しい時代に属するメルンシャイム石灰岩産の骨格である BSPAS。 i745 標本を模式標本としている。この種は、ベルンホファーによって1970年に、ゲルマノダクティルス属に移されたが、マイシュとその共著者は、この種について、独自の属である、デイティンプタースを提唱している。アンウィンは、イギリスドーセットの少し古い時代に属する、キンメリジンド層から出土したザッタナヨンシュコツと、椎骨もゲルマノダクティルス属に属するとし、 その標本が当時知られている中で最も古い、短尾型翼竜の化石記録であるとした。ジャーマナダクティラス・ラムファスティネス・ベネットは1996年に、ゲルマノダクティルス族は、プテロダクティルス族の生態ではないかとの意見を出したが、彼自身によるものを含む後の研究によって、否定されている。ベネットによる2006年のゲルマノダクティルス族に、対する再評価では、 西ともに有効ツコの属に属するべきであるとしており、G. クリストタスには弱年個体に標本を含む4標本が、G. ラムファスティネスにはに標本が認められるとした。ゲルマノダクティルス属は以下の特徴の組み合わせ、すなわち、鋭く尖った顎の先端、上顎片側で4から5本の全上顎骨派と、8から12本の上顎骨派、プテロダクティルス属とは異なり、 太い上、顎骨葉は、顎の先端に向かっても大きさを減じない。微前眼科窓は、眼科の2倍の長さ、様々な部位の比率、などによって、他の属から分けられる。G クリストタスは、顎の先端部に葉を持たない、葉の数が少ないなどの特徴で、G ラムファスティネス特別される。ありがとうございます。